さあお疲れ様でございます。明日から土日月と3連休ですね、いかがお過ごしですか。食べ過ぎ飲み過ぎしておりませんか。体が疲れたら、ファスティングやりましょう。私はちょっと疲れてきてますが飲みます。はい、おつもお疲れ様でございます。リハビリです。何のリハビリか、はい、競馬のリハビリです。リハビリします。G1 取れるよりね、2023年予想は常にやっていきます。まあ重賞をやっていきます。主にね、おつの彼様でございます。いただきます。さあ、美味しいビールを飲んだところで、はい、こちら、はい、第57回新山記念。まあメンバーが相当数7頭になっちゃいました。だいぶ少ないですね。強い、すごい強い馬がいすぎて減ったのか、まあこの時期ね、寒いので無理させられないんでしょうけど、まあ賞金加算をね、しとかないとクラシックに間に合わなくなったりしますもん。さあ新山記念の方の予想に行きたいと思いますが、まあ7頭というのでね、ちょっと小頭数でどうなのかなと思うんですけど、一戦一勝なのが2頭、その中で牝馬で堂々とね、チャレンジしてきたのが2枠2番のディープインパクト3区ラストクロップでございます。ライトクォンタム、こちらを私軸にしたいと思います。ライトクオンタム、はい、2枠の2番、はい、レジェンド武さん、そして弟の幸四郎調教師ということで、この超等数で牝馬ですけども、ちょっと面白そうですね。デビュー戦東京で1分34秒1で走っておりますので、大事に大事に感覚を上げて馬体重を増やしてっていう感じで育ててきてるので、この馬勝負になるんじゃないですか。はい、そして相手が同じ一戦一勝のムーアさんが乗ったクファシル、クファシル、これが5番、この1点でもいいのか。でも馬はね3着まで来るのでね、そこでね左回り得意な3番と4番、これ入れたいと思います。ペースセッティングっていう7番の馬、これ種牡馬ショーケーシング、イギリスの馬ですかね。これまだ短いところしかね、専用までしか走ったことないですけど、慶応2歳ステークスもう1分21秒であったり、前走満了賞も1分21秒台で走ってるということで、能力はありそうですよね。これが来てもおかしくないんですかっていうところで、ワイディつかないんで3連複しましょう。3連複、この2等軸で3連複どうでしょうか。うん、まあ7入れてもいいとは思いますけども、まあ、意外とね最低人気が来たりするっていうのもあるからね、意外とこれ2等軸全頭流しなんていうのもありですよね。うん、リハビリ中です。競馬リハビリ中なので、 YD だと つきませんので、2等軸の3連複2点買いぐらいですね。はい、そんな感じでいきたいと思います。今日はですね、はい、カトリーヌが今ご飯食べてるヨシですね。あとね、うちには2匹いるんですけども、あとに預かってるんです、今日預かってるんですよ。女優さんのお馬さんじゃなくてお犬様をね預かって、女優さん小池栄子さんはですね1月9日から池袋芸術劇場で宝飾時計という舞台をやるんですね。そのために今もう猛稽古してるんです。本当になんか大変らしいので、うちがちょっと預かって、散歩させたりね、ご飯あげたりしてるんですけども、今日散歩してきた動画この後見てください。うん、楽しいです。楽しいっていうのはまあ犬好きには楽しいと思いますよね。競馬好きの皆さんも犬好きになってほしいですね。うん、犬好きの皆さんも競馬好きになってほしいですね。同じ生き物です。ああ。Yeah.
よく食べてるね。もう終わったの？ボニーとアンは。女優のワンちゃんはもう終わっちゃったの。早いね、食べるの。うちの子はゆっくりです。ゆっくり咀嚼して食べてます。私もこの後、あ、昨日焼肉美味しかったんですよ。めちゃくちゃ美味しかったね。今日何食べますかね。もう軽くにしますかね。体の方も疲れてきてますからね、うん、元旦に NHK の番組で生放送で長靴アイスホッケーやったんですけども、それのね筋肉痛がねまだあるんですよね。氷の上走ったりする、ちょっと練習の時にね左お尻ちょっと痛めたんですよ。プチッってきて、そこはちょっと痛いんですよ。あとね左肩甲骨と肩周りがねあれ痛いんですよ。毎日失敗して寝てるんですよ。ジジイっすよね。もうほんとに。そう、偉いね偉いね。カトリーヌ待ってんの偉いね。はい、ボニー、はい、みんなお座り。みんな上手に大きなけどよし、はい、よし。超教師。おい、みんなおいで。はい、ごっちゃま。はい。はい。ボニー行こう、ボニー。はい、ボニーでーす。こちらがアンでーす。カトリーヌ。カトリーヌ、はい、グー。はい、カトリーヌでーす。カトリーヌ、こちら。カトリーヌ。はい、うちの子はでかいでーす。はい、ボニータンは3キロ台ですね。いや、5キロぐらいですね。明けましておめでとうございます。はい、それではね、ご飯食べたんでもう寝なさいよ君たち。もう寝ててゆっくりね。さあ、お疲れ様でございます。カンナパイ、はい、カンナパイ、お疲れ様です。1月6日です。ビールの後は泡です。今日のご飯はこんな感じです。はい、実家からいただいてきた鮎の、これ何だ、佃煮か、佃煮って鮎の煮たもの、そして松本家、もう伝承の味、昆布巻きです。そして生わかめの酢味噌和え、ナマスでございます。そしてズーチー、ズーチー、いろんなズーチーでクラッカーで食べます。はい、そんな感じでございます。いただきます。まずはやっぱり昆布巻きだな。これうまいんだよね、お正月から。いただきます。うん、うん、うまい。人参、大根、ごぼう、鮭を巻いております。そしてお魚、これも骨まで柔らかいんですよ。うまい。のんびりとね。どうですか、1月6日ですけども、もう2023年も1月6日でございます。女優小池栄子のワンちゃん2匹を預かって今日散歩しましたけどね、楽しいですよね。
そうね、カトレーヌよりちっちゃいからね。さあ、このチーズ、このクラッカーもうまいんですよ。あ、うまい。ちなみにうちの最近のお酒の傾向としてビオです。ワイン、泡はビオ、ナチュールですね、うん、そういうものを心がけております。全部ではございませんが、そういうのが増えてきてるので、そういう時代とともにそういうのを飲んでおります。やっぱそれは体に負担かからないかなっていう感じにはなってきてますね、うん。こんな感じでゆっくり食事したいと思います。これがね、ちょっとね、おすすめなんですよね。チーズにね、生ハムが巻いてあるナルトのような感じなんですけど、これ美味しいんですよ。生ハムをチーズで巻いてます。まあ、生ハムをチーズが巻いてます。チーズで巻いてる、うん、俺が100ったの、もう数秒前のこと忘れてます。これが50代。楽しくいきますよ、楽しく。今年は G1 以外はそこまで熱くやらないです。はい、まあ毎年なんですけど、一応予想は出していきます、競馬好きの皆さんのために。やっぱ G1 でね、やっぱ取りたいんですよ。それもね、荒れる G1 を取りたいんですけど、全然取れなかったな、2022年。今年はまた変わると思いますね。春はクラシックね、ありますし、ちょっと面白いですよね、うん、まだこれからですよ。徐々に毎週面白いレースがありますけども、データ収集しましょうね、うん。明日フェアリーステークスの予想はあげますということで、おつのお金様でございます。ゆっくり晩酌します。皆さんも、3連休の方はゆっくり晩酌しながら、ゆっくり競馬予想して、そして、ゴルフやる方はゴルフしてください。読書する方はしてください。はい、それでは失礼します。おつのお金様でございます。乾杯。